アイテム番号 SCP-342JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-342JP の近隣住民をカバーストーリー恒久的工事中に適応させ可能な限り SCP-342JP への興味を回避させてください。入居の契約のすべては許可されず、SCP-342JP の玄関の錠前は高セキュリティのデジタルロックによって財団が管理します。実験の必要のある職員は SCP-342JP 研究主任で必要書類を提出し、主任からキーカードを受け取ってください。48時間以上のキーカードの持ち出しは O5 の許可の下で行ってください。SCP-342JP 内部で出現した現金はナンバーを控え焼却し、当該の紙幣を発行する国の発券銀行へその旨を通達してください。実験の都合により一般市場での使用が必要な場合は O5 の許可の下で行い、使用した紙幣のナンバーを同様に発券銀行へ通達してください。説明。SCP-342JP は東京都、区にある、マンションの203号室です。SCP-342JP 内部で就寝した一人以上の被験者は、起床時の枕元に封筒を発見します。これは被験者の文化圏ごとに異なり、現在まで17種類の封筒が確認されています。封筒の内部には起床時間によって変動する紙幣が複数封入されています。これも、被験者の文化圏ごとに異なり、現在までドル、ポンド、フラン、オーストラリアドル、ウォン、ルピー、円、ユーロ、バーツ、元などが確認され、おおよそ全ての国家紙幣があるものと推測されていますが、紙幣文化のない被験者に対しては何の特異性も発現させません。また、これらの紙幣は被験者の生活する時間に合わせて減少し続け、日本時間で0時を回り、翌日になった際には元の封筒に再び紙幣が発生するようです。この時点で SCP-342JP 内部に被験者が滞在し、かつ就寝しておらず、最初に出現した封筒が SCP-342JP 外部に破棄されているか、あるいは処分されていた場合、封筒は SCP-342JP 内部のランダムな位置に再出現します。0時を回った時点での最高金額は24万円で、1時間が経過すると封筒の内外問わず1万円分の紙幣、硬貨が消失します。この消失は被験者の手元にない紙幣にも発生し、一般市場にて代価として受け取った紙幣が消失するという現象が複数確認されています。過去には被験者が紙幣を使用するタイミングと消失のタイミングが重なり、トラブルに発展するケースが確認されていますが、確認されたすべてのケースにおいて、被験者が消失していない紙幣を支払い直すか、清算時の店側の不手際として処理されていたため、SCP-342JP 発見が遅れたと推測されています。また、0時を回った時点で、被験者が SCP-342JP 内部に滞在していない場合、被験者の財布や衣服のポケット、それらがない場合は被験者の目につくところに紙幣が出現するようです。発生した紙幣、硬貨は銀行預金することができず3、1時間経過による消失の際、預金残高が優先して消失するようです。このプロセスを観測する試みは全て失敗に終わっており、いかなるデジタルデータアナログデータもすべて1万円分の預金が、なかったこと、として取り扱われるようになるようです。発生した紙幣の発行ナンバーなどからの追跡はすべて、紛失した紙幣、との理由で最終持ち主の手元を離れたものであることを示しています。入居者、大山、入居開始日1997年3月12日、入居者情報。当時大学生活のために大阪から転居してきた18歳の学生。記録。大山の友人らは当時の彼を、大学にも行かず、毎日食って寝るだけのやつだった、と主張をしており、
事実、発見当初の SCP-342-JP の流し台に付属された引き戸の円には数種類のインスタント食品のパッケージの痕跡が発見されました。大学は大山、自身が、一身上の都合により、との理由で中退届を提出していました。現状、心不全により死亡。分析、当該の被験者は早くにこの特異性に気がつき、食欲のために発生した現金を使用していたと推測されます。また、現在までの実験で SCP-342-JP 自体には何の精神的影響特性も認められないことから、これら暴食が引き起こされたのは被験者自身の一存であり、被験者間の差は大きいものと思われます。被験者の死因も極度の肥満から来る自然なものであり、オブジェクトの影響ではないと結論されています。入居者、高田。入居開始日1997年10月6日。入居者情報。当時活動していた SF 作家。本宅は東京の郊外にあるものの執筆活動の際に使用。記録、高田。は当時外部に生活のほとんどを頼っていたと思われ、出前の注文の数、日用雑貨の宅配の数、外部のハウスクリーニング業者の依頼回数や隣人などのインタビューにより、極度のびきこもり、と評されていたことが分かっており、財団の医療部門心理学担当者もこのことに同意しています。現状、自殺。分析、被験者の精神状態に関して、通院などの記録はありませんでしたが、家族に送った複数の書簡の文などから財団の医療部門は、異常な精神状態、を報告しました。また、SCP-342-JP をほのめかす内容などが記されており、家族関係者にはインタビューと記憶処理を行いましたが有益な情報は得られませんでした。SCP-342-JP 回収後の複数回の実験ではいずれも同様の結果を得られないことから、当該の被験者独自の結果だったと結論されています。入居者、太田。入居開始日1998年2月2日。入居者情報、都内の株式会社、営業部門に就職し新潟から転居。記録、太田。は早期にこのオブジェクトの特異性に気がつき、当初は身の回りの費用品や外食のために使用していましたが隣の202号室に住んでいた清水に SCP-342-JP の特異性が発見され、いさかいになり、半ば強制的に退去させられ、以降は清水が居住しました。現状、口述。分析、隣人の清水、他被験者との近所付き合い、の中で SCP-342-JP の特異性に気がついたとされています。なぜ特異性が発覚したのかについては現在調査が続いています。入居者、清水。入居開始日1998年4月2日。入居者情報。以前 SCP-342-JP の隣の202号室に住んでいた人物であり、フリーのカメラマン。記録。1998年4月10日、清水、は以前の住人である太田、に殺害されました。太田、は当時包丁を持参し、以前入居していた際の鍵をそのまま使用し侵入、内部にいた被験者を刺し殺しました。動機は表向きには、隣人トラブル、とされています。また、この殺害に際し、被験者の激しい抵抗により太田も同時に重傷を負い、失血死しています。現状、双方死亡。分析。この件の調査に関して SCP-342-JP の精神影響がより強く主張されましたが、いかなる観点においても精神影響自体は認められず、これら一連の現象は、金銭トラブル、に位置づけられるものだとされています。また、動機に関してはおおよそ、部屋を奪われたこと、だと担当研究者間で意見が一致しています。入居者、新島。
入居開始日1999年3月6日。入居者情報。当時建設業を営む自営業者の棟梁を務めていました。元の自宅が火災で全焼し転居。記録。新島。発生する金銭で宝飾品を日中に買い集め、換金するという手法で消失しない金銭を得ていました。その資金をもとに都内の風俗店を多数利用し、莫大な金額を消費していました。新島はその職業と経歴、使用している金額に不審を持った現地の編集済みに拘束され、現在は行方不明となっています。現状、消息不明。分析。当該の被験者も早期に SCP-342JP の特異性に気がついたと思われます。後の調査では銀行に対して預金残高に関する苦情も複数入れていることから宝飾品などの資本に変換し、換金する手法に気がつくまではそう時間はかからなかったものと思われます。被験者を拘束した、編集済みに関して、財団のエージェントが調査を行ったところ、現在はアメリカ合衆国のハワイ島に旅行へ行っているとの情報がつかめましたが、現地で被験者とおぼしき人物は発見されていません。現在、この情報の真偽が問われています。入居者、山口。入居開始日1999年10月12日。入居者情報、25歳男性。詳細不明。出生届や在学履歴などに記載がないことから日本国外出身の可能性がありますが調査は未だ情報をつかめていません。記録、山口、派入居時、新事業、を理由に SCP-342JP を簡易的なオフィスワークの場として利用するために契約をしました。山口、派知人と同僚らに毎晩夕食をおごり、自らの財力を謳って人脈を形成しようとしていたようです。一部の人間は山口の事業に参加し、まともな黒字収益がないにもかかわらず山口本人の献金という形で会社を維持していました。この不可思議な経営状態を無視した形で参加者が集まり、簡易的なオフィスとして契約されていた SCP-342JP は、本格的なビルに場所を移す。という理由の元契約は解除され山口、派転居しました。現状、消息不明。被験者の転居先の雑居ビルの一室は空き家になっており、2001年にはすでに当該の会社は倒産していました。分析。財団のエージェントが被験者の出生とその後の消息について調査していますが未だ判明しません。この奇妙な消失は財団の注意を引いていますがその他の点で特筆すべき事項はないとされています。入居者、ネイさん。入居開始日1997年3月12日。入居者情報。米国籍の金融機関に勤める男性。経歴の一部が損失。日本での仕事における仮住まいとして入居。記録、ネイさん。が仕事先へ出かける姿は一切確認されていないことが近隣に聞き込み調査の際に発覚しています。レイさんが3人の外国人を SCP-342JP へ招き入れる姿が何度も確認されていました。20、年、月、日、レイさんが招き入れていた3人と都内に存在する銀行へ強盗に押し入りました。強盗に際して民間人への被害は出さなかったものの警官と機動隊、特殊部隊含めて、人を射殺し現金およそ、万円を奪い逃走、海岸線に停泊していたボートに現金を移す途中に3人ともに逮捕されました。SCP-342JP 発覚後、強盗殺人などの罪で死刑判決となっていたネイさん、含め4人の身柄は財団に引き渡されました。ネイさん、SCP-342JP に出現する現金が SCP-342JP 内部にいる人間の数によって比例し増加することを発見し、3人分の現金を出現させていました。この時出現したのは米国ドルで1人当たり240ドル出現したと主張しました。これを資金とし、レイさん
破武器弾薬などの装備を米国から密輸し、強盗計画を企てたものとみられています。現状、SCP-342JP 研究用 D クラス職員として雇用し、インタビュー調査などに使用中。分析、SCP-342JP に存在する寝台は一つだが、被験者らは寝袋を床に置く形で使用して同様の効果を得られることを証言しました。これは財団による実験でも裏付けができています。後の実験では最大25人での現金出現が確認されており、これには上限がないものと推測されています。ほい、SCP-342JP は2000年1月、当時入居していた月吉の、いくら預金しても残高が増えない、との不可解な銀行への苦情が数百回に上ったことで財団の注意を引き、銀行職員に扮した財団エージェントによって発見され、収容に至りました。当時、月吉は、枕元にお金があるのは変だったけどとりあえず預金しようとした、と供述しており、預金がうまくいかないことに苦情を申し立てていたようです。これらが原因のストレスによる精神失調の兆候が見られましたが損失残高の補填を約束した財団への入院に同意し一時的に収容されました。月吉は SCP-342JP に関して金に困っており、昔から事故物件として有名で賃料も都内では格段に安いため入居したと語っており、事実、SCP-342JP は1996年以降事故物件として破格の値段での賃料設定がなされていたことが分かりました。月吉はその他に SCP-342JP から発生する現金を使用していた痕跡もなく、異常な数の苦情の原因とも思われる精神失調も回復したことにより記憶処理の後、カバーストーリー、事故による昏睡、が適用され解放されました。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。